どうもお疲れ様です今回も、舞姫大学特別講義速可塾の久保がお届けします。今日はね、2つの気づきがありますので、ここでお話したいと思います。1つ目なんですけども、いや、毎日寒いでしょ。うん、寒いんですよ。で、特に深夜動画撮ると、深夜っていうのはね、太陽の光がなくなって、さーっと空気が冷えてますからね、特に寒いと思いますけども、昔の人の知恵っていうのは素晴らしいなと。この綿入れ板店ね。そしてこの、 寒い。ね、これを着てるとね、暖かいんで、深夜でもね、暖房が必要ないというかね。昔はだから暖房設備が限られていて、それこそね、薄っぺらい壁の家で暮らしていたと思うんですよ。そういうことを考えると、昔の人が使っていた、この綿入れ板店だよね、むちゃくちゃ暖かいんで、多分暖房いらなくなると思うんですよね。ですんで、薄着をしたい気持ちはわかりますけども、家の中で薄着をして、金がなくなって、 で結局深夜も働かないといけないということになるんじゃなくって、まあ、なんかねお金を使わないっていうかね、いや寒ければ服を着ればいいわけですから、<laughs> うんそれでいいんじゃないかなと思いますよね。うんあのこれ寒さ暑さっていうのはもう日本の季節の常ですから、それに合わせた変化を自分たちがしていくってことかなと思うわけですよね。まあよくね半袖半ズボンでで寒い寒いって言ってる人もいるかもしれませんけども。 私の場合はどっちかっていうと日中はね T シャツ1枚上にパーカー羽織るぐらいでこんな時期でもやっていけるわけですけどももう多くの方がねコートを着込んじゃってね不自由だなと思うんだけども私の場合はこうやって夜はちゃんと防寒対策をしてるというねなんせ作業は動かないですからこれあんまりねただ日中は私むちゃくちゃ動くんでだからまあしっとりと汗かくぐらいなんですよねうんまあだからこの日本というのはとっても過ごしやすいなと思うわけなんですようんまああのまとめますとね あの寒さ暑さに合わせた自分のいり立ちをやっぱこう気をつけていくっていうことかなと思いますねまあ綿入れ番店なんてどんなに頑張っても1万円はしないですからそれがね数年間こうやって体を温めてくれますんでね非常に有効かなと思うところでございますなんとなくいいでしょ綿入れ番生きてる姿ってなんか落ち着くと言いますかねはいで2つ目のお気づきなんですけども10年間 ネネットをを通じたビジネスをしていると私もね最初はね本屋だったんですよ電子書籍をね作ってましたんでね最初はネットビジネスって言ってもその中で本屋をやっていたんですよ今はこうやって動画コンテンツ事業が主でそれからインターネットを使った仕事の中でも FX ってものね投資をやっていますで片目に見たらこうやってやってるのは変わんないんですけども扱うものつまり出店する店舗っていうのはずっと変わってるんですよね例えて言うと 昔はカレー屋だった途中でビリヤード場をやっていたそして今は何をやってるだろうかって感じで商売そのものどん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 変えていけてるんですよでリアルな店舗っていうのはそれこそねあの従業員も入れ替えないといけませんし教育や人材育成も変わっていきますし仕入れも変わりますしなんせ店舗そのものも変えていかなくちゃいけないんで莫大な手間とかあのお金がかかるわけですよねでもネネットビジネスって 今日までずっとやってきたことを一気にやめて、明日から新しいことをやってもコストは何もかかんないんですよね。そういったことを考えると、うん、やっぱり選んだ商売っていうのは良、ね、かったかなっていうのと、せっかくこのネットビジネスを選んでも、時代に遭わない、自分のスキルとか、それから飽和状態に合わせたね、ビジネスを探していかないと、結局、過当競争は逃れ得ないのかなというところもありますね。まあ、いろいろと考えていって、 そして自分に合ったコースを選んでいくまさにねこれも変化に合わせて自分も変化すると時代の変化に合わせてマーケットの変化に合わせて自分も変化するっていうような春夏秋冬に合わせて服を着替えるような感覚ですかね、まあ、そういった形で2つの話をまとめてみましたけどもいかがだったでしょうかやっぱりねずっと変化してるんですよ時代は何もかもその変化に合わせて自分も乗り換えていくっていうんですか、うん、よくあの 虫の目鳥の目って言いますけどもね虫の目っていうのは目の前のことしか見えないけども目の前のことをしっかり見る目ですそして鳥の目っていうのは細かくは見えないけども遠く離れたところから広い範囲をね同時に見ることができるってことですねそして第三の目は魚の目ですよねはいそっか軸では虫の目鳥の目魚の目というふうにお話してますけども魚の目っていうのは地面よりも下にある魚そういうところを泳いでる魚は 表面化ししててないものが見えるそして流れが見えるんですよね流れに合わせて泳いでいくって感じですか,だからそういったような、ね、思考で乗り切っていけるんではなかろうかと思います難しい時代がこれからも進みますけども私たちもね知恵を使ってあの手この手で切り抜けていきましょうそれではいってらっしゃい